舞台女優、テレビタレントとして活躍する麻生真美子さん。体が資本ともいえるこの世界で生活していくことは、フィジカル、メンタルの両面においてタフでなければやっていけません。大勢の人々に見られるということを意識すると、女性は自ら美しくなると言われます。女優という自分を表現する仕事を持つ麻生さんの美しさの秘訣は、心身ともに健康であるということ。ヨガのエクササイズが彼女のその美しさの秘訣です。麻生さんに健康や美容について聞いてみましょう。日頃私はジャズダンスをやっています。それから毎朝起きて20分間の、ジョギングですね。それから夜寝る前には何も食べない、必要以上に水分を取らないっていうことに心がけています。それからメンタルな部分で言えば、いつも心を明るく保っているっていうことに心がけています。ヨガのエクササイズを行うには、いくつかの基本的注意があります。まず、体を締め付けない服装で、体調の急激な変化を防ぐため、食事や入浴の前後は避けましょう。また、できるだけ自分のリズムに合わせて、少しずつでも毎日続けてエクササイズすることを心がけましょう。ヨガを効果的に行うための4つの原則。ヨガのエクササイズで効果を得るためには4つの原則があります。まず第1は、ゆっくりと動作をすること。上手な行い方で一番大切なことは、ゆっくりと筋肉を伸ばしていくことです。これは無理なエクササイズによって筋肉や関節を痛めることを防ぐためにも忘れないでください。次に、ポーズを行うときは必ず呼吸に乗せて動作するようにしましょう。息を止めてポーズを行うと、気分が悪くなったり、酸欠で筋肉が硬くなったりして怪我につながります。ポーズとともにゆっくりと大きく呼吸をするように心がけてください。また、実習中は目的の部分に意識を集中させるように行いましょう。エクササイズを行っていると、どうしてもポーズをうまくやろうと、その完成にのみ注意が向かって、意識が散漫になってしまいます。自分がこうなりたいと思う姿をイメージすることによって、自然なリズムをつかみ、美しくなっていくよう心がけてください。そして最後に、完成ポーズではしっかりと静止するようにしましょう。ヨガ実習で完成ポーズで静止することは、単に外面的なポーズの美しさを強調するためではなく、動作を止めることによって次のステップである瞑想などへの効果を生み出すことにつながります。心身の動きが静止することによって作り出される心の安らぎが、美しい雰囲気となって体の外側に現れてきます。そして、自分の目的とする部分の緊張感を的確に感じ取ることで、より高い効果を求めることにつながるのです。実際のエクササイズに入る前には、体中の筋肉を十分にほぐすストレッチングを主体としたウォーミングアップを行いましょう。ゆっくりとした呼吸で体中の筋肉を伸ばすストレッチングは、これだけでも効果のある心地よい運動です。運動不足は健康的な生活を送るためには大敵です。ここではヨガのエクササイズを通して、シェイプアップ、健康維持に効果的なトレーニングを麻生さんと一緒に学んでみましょう。ヨガは健康にいいとされてるんですが、どうしてですか？ヨガを行いますと、心や体が自然なリズムに戻ってまいります。その自然なリズムが健康を維持する力になるからですね。自然なリズムといいますと、具体的に言うと一体どういうものなんでしょうか？
はい、生理的に表現しますと自律神経とかホルモンとか、はいはい、そういうふうな働きが自然な状態に戻るからです。あ、なるほど。具体的にもう少し分かりやすく表現しますと、はい、体の血行が良くなり、あ、背骨が歪みが矯正されてまっすぐに整ってきますと健康を維持する力がさらにパワーアップされるからですね。なるほど。それでは早速先生よろしくお願いします。それではまず肩こりに効く英雄のポーズです。合掌をして呼吸を整えたらゆっくりと息を吸いながら両手を頭上に高く伸ばしていきます。この時両耳を挟むようにして脇腹を思い切り伸ばしましょう。次に右足を大きく前に出し膝を曲げながら息を吐いて上体を前に倒していきます。息を吸いながら上半身を起こし上体を後ろに反らせていきます。前足に体重を乗せてバランスを取りながら顎を突き出します。首筋を緊張させることで肩の血行を促し肩こりを解消するポーズです。頭痛に効くピラミッドのポーズ。背筋をまっすぐに伸ばしたまま息を吐きながらゆっくりと上体を前に倒していきます。上半身をリラックスさせて両手はそれぞれの足首を持つようにしながら頭が床につくように上体を倒しましょう。そのポーズで5呼吸ほど静止しますが、これが難しい人は両手を床に当てて上体を支えながら頭を床につけるようにしても結構です。頭頂部にあるツボを刺激することで頭痛を解消していくポーズです。腰痛に効くワニのポーズ。腰痛の原因は様々ですが、ここでは腰周辺の筋肉を柔らかくするとともに、内臓の働きを促して腰痛を解消しましょう。動作のポイントは、息を吐きながらゆっくりと足を下ろしていくこと、そして床につけた両肩が離れないようにすることです。また、膝を曲げないようにして、腰に意識を集中させてひねっていきましょう。このポーズで下半身を整え、骨盤の歪みからくる腰痛を治していきましょう。便秘下痢に効く赤ちゃんのポーズ。便秘になる原因の第一は運動不足です。お腹の筋力を高めるこのポーズでその原因を取り去りましょう。動作のポイントは息を思い切り吐き出しお腹が背中につくような気持ちでへこませていくことです。上半身を起こして膝頭に額をつけたら今度は同じようにして鼻をつけるようにお腹をへこませます。そして最後は同じように顎を両膝につけてみましょう。3つの動作を1つのセットとしてこれを3回繰り返しましょう。意識をお腹に向けて大腸の働きを促してください。胃の不調を整えるヤシの木のポーズ。飲みすぎや食べすぎはもちろんのこと、胃の不調には
精神的なストレスも大きな原因の一つとなります。これは胃が自律神経の支配によって心の動きと関連して働く臓器だからです。このポーズではお腹の筋肉を気持ちよく伸ばすとともに自律神経の働きを整えて胃の働きを正しましょう。両腕とお腹が十分に伸びた感じをつかむようにして両手の指を大きく開き、指の先まで血液が流れるような気持ちを感じ取ってください。呼吸に乗せて動作することも忘れないでくださいね。イライラを治すアーチのポーズ。胃の不調と同じようにイライラも精神的なストレスを原因とする現代病の一つです。そしてこのイライラは自律神経やホルモンの働きを乱して精神的なバランスをも崩していきます。そこでこのポーズを行うことによって自律神経の働きを整え、揺れ動く心を一点に集中させるトレーニングをしてみましょう。完成ポーズでは両手両足を伸ばして体を弓なりにしますが、これが無理な人は仰向けに寝て両手で両足首を持ってください。そして息を吸いながら腰を上げて頭の頂点が床につくようにしましょう。それだけでも毎日続ければ効果が現れてきます。血圧を整えるコブラのポーズ。不安定な血圧の状態が続くと不意な病気に陥る原因になります。そこでこのコブラのポーズで全身の血流を促し、血圧を正常に整えるようにしましょう。両手を後ろで組んで、できるだけ胸を反らせたら顎を床につけて一度ゆっくりと息を吐き出します。次に息を吸いながらゆっくりと顔を上げていき、十分に上体が上がったところで首を後ろに反らせます。頭の重みで後頭部が後ろへ引っ張られるような気持ちで行い、肩から腰までがカーブを描くようにしましょう。また胸を上げるときには床からお腹を離さないようにするのがポイントです。上体を床に戻すときは息を吐きながらゆっくりと胸の骨を一本一本床につけるような気持ちで行います。不眠に効くしゃくとり虫のポーズ。不眠で悩む方々におすすめするのがこのしゃくとり虫のポーズです。顎と胸を起点としてつま先で床を歩くようにしながら腰を高く突き出していきます。背中と床が45度ぐらいまで上がるようにしましょう。首筋に意識を集中することで首の緊張を取り、寝つきを良くする効果が得られます。またこのポーズの後に泣き殻のポーズを行えばより心身のリラックスが得られます。生理痛を和らげる半月のポーズ。私たちの体の中には自然のリズムを刻み込む働きが組み込まれています。そして特に女性の場合はホルモンの働きとともにこのリズムが体調に大きく作用します。生理痛はこうしたリズムやホルモンの働きの乱れから起こってくるのです。この半月のポーズによってこうしたホルモンの働きやバランスを整えましょう。足を上げるときのポイントは、右足とお尻の右側で体重を支え、右手でバランスを取るようにすることです。またこのポーズが無理な人は、
両足をぴったりと揃えて伸ばし、右腕だけで体を支えて気をつけの姿勢をとってもよいでしょう。静かに足を下ろして元に戻ったら、合掌して呼吸を整えましょう。さあ、いかがでしたか？この健康編のエクササイズは9つのポーズから構成されていましたが、それぞれのポーズは3回ずつ繰り返してみましょう。そしてポーズの間には泣き殻のポーズも忘れないでくださいね。麻生さん、健康編のエクササイズはいかがでしたか？今のエクササイズで先生にいろんなところを指摘されたんですけれども、日頃ちょっとした肩こりを感じてた私なんですが、まあ、肩こりに限らず時々ストレスを感じたり、それからイライラ感じたりすることもあったんですが、このトレーニングによってそれはかなり解消されるんじゃないかなと思いました。さあ、今度は運動不足を補うだけでなく、シェイプアップにも大変効果のあるエクササイズをご紹介します。ヨガを通じて外見だけではなく心の美しさも磨いてみましょう。まずバストアップのためのラクダのポーズです。このラクダのポーズでは、美しいバストラインを作るために、そのベースとなる胸郭を十分に広げることがポイントとなります。上半身を後ろに反らせるときには目がくらむこともありますが、それは呼吸が動作に合わせて十分に行えていないためです。大きく胸郭が広がり、バストが作られていくイメージを持つようにしてください。息を吸いながら、右手は円を描くように大きく回して腰をひねり、目は右足の裏を見るようにして腰の緊張感を強めてみましょう。元に戻るときは、まず左手を足から離し、息を吐きながら両手を腰に当て正座に戻ります。ヒップアップのためのバッタのポーズ。引き締まったヒップラインは若さと健やかさのシンボルです。形の良いヒップを作るには、運動不足で衰えた臀部の筋肉をリフレッシュすることです。ポーズを行いながら、自分の意識を美しいヒップラインに向けてみましょう。息を吸いながら膝を曲げないように足を上げましょう。これを左右の足で3回繰り返してください。ウエストラインを細くする三角のポーズ。ヨガのポーズを通してシェイプアップ効果を求めるには、自分が求める特定の部分に心を向けて行うことです。特にウエストのラインは、普段の生活から少しでも気を許すと崩れてしまいやすい部分です。この三角のポーズも、この部分をこれだけ引き締めたいという気持ちを持つことによって的確な効果が得られていくはずです。上体を横に倒して右の脇腹を思い切り伸ばした後は、息を吸って元に戻ります。続いて両手を水平に伸ばした姿勢から、今度は息を吐きながら上体を前にひねって倒していきます。右手で左の足首をつかみ、頭は上げた手の先を見上げるようにします。このポーズで5呼吸ほど保ち、元に戻りましょう。下腹部を引き締める V のポーズ。この V のポーズでは、腹筋とともに背筋を強くすることでバランスよく下腹部をシェイプアップします。まず背筋を伸ばして座り、両手を肩の高さまで上げたら、息を吸いながら上半身を後ろに倒していきます。同時に揃えた両足も尾底骨を起点として高く上げ、バランスをとります。両手で両足を抱え込むようにして息を吐き、膝を胸につけ、息を整えた後、足の先をつかんで先ほどと同じようにバランスをとります。
膝を曲げたり背中を丸めないようにしてバランスをとり、下腹部を引き締めるのがポイントです。美しい足のためのサギのポーズ。人の肉体的な衰えは足から始まるとも言われています。すらりとした足のラインは若さをアピールするポイントです。右足を縦膝にして両手でその土踏まずをつかみます。息を吐いて背中を丸め、額を膝につけましょう。次に息を吸いながら右足を引き上げていきます。この時膝を曲げないようにして足を伸ばします。足の指先を目の高さまで上げた後、しばらく止めて呼吸を整え、息を吐きながらさらに両手で右足を引きつけます。背中もまっすぐに伸ばすようにします。このポーズで5呼吸間静止した後、息を吐いてゆっくりと足を戻します。左足も同様に行いましょう。ツヤツヤの肌にする肩立ちのポーズ。肌を美しくすることは決して難しいことではありません。それには血行を良くすること、そして内臓の働きを整えることです。このポーズはその2つの効果を生み出すものです。息を吸ってゆっくりと足を上げた後、床についた両手に力を入れて腰を高く持ち上げます。次に足の先が頭の後方の床につくようにできるだけ前に伸ばします。背中に手を当て、伸ばしていた両足の膝を曲げて額につけます。そしてゆっくりと息を吸って、お尻を軸にして膝を上げた後、腰をできるだけ前へ突き出していきます。次に息を吸って膝を伸ばし、足が背中と一直線になるように伸ばしていきます。この時、顎は胸に強く押し当てるようにして、首筋と肩の緊張感を感じ取るようにします。足を戻す時はゆっくりと息を吐いて、先ほどと逆の順序で静かに床に下ろしていきます。これを2回繰り返しましょう。首筋が硬い人は最初は多少辛いポーズですが、毎日少しずつ練習して腰を徐々に前へ突き出すようにしていきましょう。ポーズの後は十分リラックスします。美容編のエクササイズの最後はスリムなプロポーション作りを目指す太陽礼拝のポーズです。これは全部で12のポーズが一連となった動きですが、全身をシェイプアップするためには大変効果的なものです。ヨーガでは全体が良くなれば部分も良くなると教えていますが、これは一般的な美容面においても言えることです。部分的な美しさとはある一部分だけのことです。しかし全体のプロポーションが整ってくると、外側の美しさだけでなく雰囲気そのものが一段と輝いて見えてきます。そこでこの太陽礼拝のポーズで前後左右屈伸の動作を流れるように行うと、部分的なシェイプアップはもとより全身のプロポーションも美しくなるというわけです。このポーズを行う場合、動作のポイントとなるのは、まず自分の呼吸のリズムに乗せるという点です。呼吸に伴った動作を行うことで、体内の細胞の一つ一つまで血液に乗って新鮮な酸素と豊かな栄養分が行き渡ります。これは体内を活性化させることにつながってくるのです。そして太陽のエネルギーの充実感をつかむような気持ちでポーズを行うことにより、心の活性化も促します。またこのポーズを行った後は少し長めに
泣き殻のポーズを取り入れてリラックスします。エクササイズの後に全身のプロポーションが美しく整ってくるというイメージを心の中で描くことによって、よりその効果が引き出されるからです。無理をせず結果を焦らないで毎日エクササイズを続けていく、そのプロセスが健康と美容の効果につながっていきます。ここでご紹介した美容編のエクササイズは全部で7ポーズでした。美しくなりたい、シェイプアップしたいというしっかりとした目的意識を持ってポーズを行いましょう。ヨガは優しく楽しく誰にでもできるエクササイズです。今日は麻生さんにいろいろなポーズのエクササイズを行っていただいたわけなんですけれども、いかがですか？ご自分でやってご覧になって特に印象的だったポーズはありますか？そうですね、健康編のエクササイズの中でイライラを治すのに効果があるというアーチのポーズがありましたよね。あのポーズで途中までは良かったんですが、最後に両手両足を伸ばして体を持ち上げるのができなくて、ちょっと難しそうなポーズでしたものね。そうなんですよ。今見てみますと先生はとても綺麗なアーチ型をしてらっしゃいますよね。私も頑張って努力してみたんですが、まあでもヨガでは最初から完成ポーズを目指すのが目的ではなくて、徐々に自分の形にしていく努力が大切なんでしたよね。そうなんです。ですからまずこのポーズで次はもう少しきちんとできるようになろうという目標ができました。それと美容編のエクササイズの中では V のポーズ、これも最後は腹筋の力を使って完成ポーズに持っていくものだったんですが、なかなかバランスが取れなくて苦労しました。このポーズは下腹部を引き締める効果のあるものでしたよね。はい、でも最初は辛かったんですが、お腹に効くんだなと自分の目的の意識をその部分に集中したら、なぜかポーズを維持できたような気がしたんですね。それは無意識のうちに麻生さんがヨガを効果的に行うための4つの原則の1つを実践していらしたからなんでしょうね。そうだったのかもしれません。でもあれは本当にきつかったです。それはどうもご苦労様でした。最後に麻生さん、もう一度初めてヨガに取り組んだご感想を聞かせていただけますか？ヨガをやってみて、これは全身を使った運動だなと思いました。単に肩こりだけを取るポーズだけではなく、いろんなポーズに挑戦していきたいと思います。私のトレーニングの一つとして、これから長くじっくりとヨガのポーズ、エクササイズ取り組んでいきたいと思います。